どうも、皆さんこんにちは、こすけです。今回は裏深淵の魔王城というか、ピーマラですね。ピーマラ、このシリーズの、ピーマラ全般に、同じ、通用するというか、全て同じ構成でいけるんですけれども、赤オーディンを、3枚編成して、防御ゼロにしてくれるケンシロウ、ここ闇芝でも構いません、芝ですね。で、新しく究極進化した石川越えもこちらですね。これを運用することによって、非常に高速で周回することができますということですね。はい、では調整していきます。まず流れだけね、見ていきましょう。ちょっとね、水のとこだけちょっと若干めんどくさいんですけど、はい、まず、ごこげしですね。全体攻撃で吹っ飛ばせまーす。パターン。はい。で、ケンシロウを使います、ここで。なぜケンシロウを使うかというと、こうやって赤オーディンの、スキルは全く問題ないんですけれども、道中で、こういう金メタとか、金メタでも問題はないんですけど、高防御のダブリッド系とか、あと、あと仮面が登場してくるんですね。で、これですね。この瞬間。で、ここで五右衛門を仮に使うんですけれども、この五右衛門のスキルの20万のダメージだと、撃破することができないんですよ。ダブリッドも、P もそうですし、仮面もそう。ダブリッド、仮面。主にこの2体。ダブリッドとこの仮面が倒せないので、この、ケンシロウを使って、防御ゼロですね。防御をゼロにしないといけない。ここですね。で、最後は花火のこのままポーンと倒していただければ、クリアですね。こんな感じで、周回できます。もう一周行っていきましょうか。はい、それではもう一周行ってみましょう。見ていただいてたら多分わかるかと思うんですけども、代用は赤オーディンの数によってちょっともろに変わってくるんですけれども、五右衛門を最初の方で使うのであれば、ブリトラもいいですね。赤オーディンの一体も。で、もしくはもうスキルブーストの運用というか、枠として山とタケルを入れて、山タケの変換を使って、ワンフロア分処理するみたいな感じでもいいと思います。はい。で、大体スピード的にはもう1分かからないぐらい。で、周回できるので、できるのでというか、1時間でどのくらい P が集まりますかとか、それは運によって変わるのでどうしようもないんですけれどもね。はい。このパーティーで周回するならなんですけど、下2つどちらかを、選択してください。上の方に行くとですね、オーガとかデーモンが出てくるんですけども、この2体が確かね、確かというか、赤オーディンのスキルで突破できないんですよ。ゼロコンボを挟めばはいいんですけども、スピードに影響しますので、僕は一番下かもしくは、2番目を選んで周回するようにしております。はい。どうしてもちょっと編成難易度的には高いですけれども、五右衛門、究極進化した五右衛門の、運用例として、ご参考にしていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。